千歳基地は北海道千歳市にある航空自衛隊の基地で民間機も含めて航空管制は航空自衛隊が一元的に行っている。日本の北端を担当する第二航空団が置かれており航空自衛隊にとってはかつてのソビエト連邦、継承国のロシアと対峙する最前線の基地である。地元市民からは二空団と呼ばれている。 基地指令は第二航空団指令が兼務する。航空自衛隊基地としてはアメリカ軍から返還後1957年会長。東側滑走路の北側には滑走路の移動に伴ってできた1000メートルもの着陸隊が取られており、物理的には実質4000メートル級である。首都せ飛行場と新首都せ空港の航空管制を一元的に 担う千歳基地間政党北海道千歳市所在の共用飛行場。1926年に当時の千歳村民の無償の労力提供により、設置された着陸場が前進である。新千歳空港に隣接し、管理は航空自衛隊が行っている。新千歳空港と混同されやすいが、千歳飛行場と新千歳空港は別の、 施設地域であるしかし、東西に、それぞれの滑走路は、航空自衛隊は 18R、L を、民間側は 19R、L で1500数十メートルの差で並行して、民間側が南側に設置されていることから、実際、新千歳空港と、誤り、千歳飛行場に着陸を試みるという事案が、何度かあった。旧千歳空港が、千歳飛行場であり、 当時から今に至るまで、共用飛行場である、JR 北海道千歳線千歳空港駅を、最寄りとして、民間用ターミナルビルが存在していた。なお現在は新千歳空港にはターミナルに隣接して、千歳線の新千歳空港駅が新設され、民間施設側は、利用客の利便が図られている。民間航空機の発着回数が増えて手狭になったため、 1988年に東側の隣接地に新たに、純民間空港である新千歳空港が作られ、民間機はそちらに移った。当時は年間のスクランブル出動が200回にも及び、それが日本で最も過密な航空路線と共存するという、綱渡りの状態であったが、皮肉にも新千歳空港開港後数年も経ないうちに、ソビエト連邦の崩壊を迎えている。 千歳飛行場と新千歳空港とは誘導路でつながっており、完成業務は両空港を一体運用とし、航空自衛隊が行っている。原則民間機は新千歳側の滑走路を使用するが、緊急時などで千歳基地の滑走路を使用することもある。また、航空自衛隊が運用及び管理する日本国政府専用機のハンガーがあることでも知られている。基地内には、 海上保安庁の千歳航空基地と呼ばれる施設が滑走路北東側の一角にあり専用のハンガーを保有している。2004年時点での航空自衛隊基地隊員数は約2500名。なお、千歳基地北東の陸上自衛隊東、千歳中屯地内には旧海軍の第2、第3前0飛行場並びに キャンプ地とセの米軍が使用していた2500メートル滑走路と1200メートル滑走路の跡が現在でも残っており航空写真等で確認することができる。この滑走路跡は現在では中東地内の道路各種訓練施設、ヘリ等の発着訓練施設として使用されている。2017年8月、訪日外国人増加に対応するため、 千歳基地の東側滑走路の民間利用について検討が行われることとなった。特に中国や韓国などアジア圏の観光客が増加しており、アジア圏の格安航空会社の新千歳空港、発着便の増便に備えるため、2018年度以降に千歳基地の民間利用が可能かどうか調査する。1975年撮影の千歳空港。 この画像の撮影当時には新千歳空港はまだ建設されていない。画像中央滑走路の右下に新千歳空港が建設された。1975年撮影の16枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成基地の概要、歴史、航空自衛隊千歳基地、その運用と、 周辺対策マイナスなどを参考に記述。第201飛行隊の F-15、J 北部航空方面隊冷化航空総体直轄、首都石油南隊の U-125A 航空、支援集団冷化日本国政府専用機大臣、直轄本飛行場に関係する、周辺対策事業は、他の自衛隊、在日米軍施設同様、 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律を根拠法とし、旧防衛施設庁の主導により、下記が実施されてきた。一般的に、周辺対策事業は下記のように区分され、その他にも名目をつけて予算措置がなされることがある。基地周辺対策の実施対象自治体は、広域自治体としては、北海道、基礎自治体としては、千歳市、苫小牧市、 長沼町、湯二町、早北町など西七町に及んでいる。障害防止対策事業のうち一般障害防止については、本飛行場の滑走路、建物整備などに伴い飛行場内の植生の荒廃が進み、飛行場を流域とする河川の流域保水力の低下により、洪水被害が生じたため、目虫川改修工事などの助成があり、 同川の場合1977年度から1987年度まで女性を実施している。また、同飛行場を離着陸する航空機の頻繁な飛行により周辺地域のテレビにフラッターが生じていることから防止策として共同受信施設を1974年度から1996年度まで女性を実施した。その他、 1971年度から1979年度にかけて騒音用電話機設置事業に助成を実施した。これら障害防止工事の補助実績は2002年度までで3件、約31億円となっている。学校等の公共施設の騒音防止対策事業としては、航空機騒音の防止、軽減対策として1962年度より、学校法人、保育園、 法人関係の教育施設や医療施設などに防音工事を実施している。2000年代になると施策がほぼ行き渡り、機能復旧工事が増加している。住宅防音工事については、同法4条に基づいて指定した第一種区域、75WECPNL 以上に所在する住宅を対象として、1974年度より実施し、1990年度からは、 空気調和機器の機能復旧工事に着手した。1996年度からは特定住宅防音工事、1998年からは建て替え防音工事、2003年度からは太陽光発電システム設置工事を実施している。2002年度時点で約2万世帯に対して360億円が投じられている。同法第5条に基づく 第2種区域からの移転保障については1964年度から実施しており、2002年度までの総計で建物1100個、土地約111ヘクタールとなっている。移転事業は開始より相当の年月を経過し、人口流出の進んだ地域では、町内組織の衰退、防犯面での不安感などが増しており、自治体にはその面の対策も必要となってきている旨を、 札幌防衛施設局は説明している。第2区域内の移転措置で購入した土地は、周辺財産として防衛施設長が管理していた。その面積は2002年度時点で約118ヘクタールとなっており、植栽を実施した面積はうち67ヘクタールである。この多飛行場周辺にはもともと自然林があり、90%、 以上の土地が緑地帯となっている。また、周辺財産の一部を千歳市にアンカレージパークそったとして、使用を許可している。民生安定施設の女性は、同法8条に基づき、一般女性と防音女性に分かれる。一般女性事業としては、道路改修、学習東京用施設、無線放送施設、公共空地等について、1970年度より女性を開始し、 2002年度時点で総計は約44億円となっている。1990年代末にゴミ処理施設における大オキシン対策が問題となった際には、1998年度より千歳市が開始した施設整備にも助成を実施した。防音助成事業としては、学習東京用施設、公民館、市町村庁舎等について、 1967年度から助成を開始しているが、2000年代に入ると、施策の行き渡りにより年ごとの実施件数は減少している。さらに、同法9条に基づき、特定防衛施設周辺整備調整交付金を、特定防衛施設関連市町村に指定されている、市戸瀬、苫小牧漁師に対して交付している。用途としては交通施設。 スポーツ施設の整備に充当されており、総計としては1974年度の開始から2002年度までで406件、約105億円となっている。周辺地域との調和を図るため、基地を前提とした街づくりのための総合的な計画の策定事業として2002年度より、千歳市に助成している。これにより、戦車などの重車両が通行する C 経路と、 通称される行動の沿線環境を改善するような施設の整備が考えられている。2013年の航空祭の様子。毎年8月第1週の日曜日に実施しているが、2006年度は土曜日の開催であった。ブルーインパルスの展示飛行がある。航空祭の際には正門まで 2km 弱の距離に、ある JR 千歳駅から徒歩30分程度で、 行くことができる。車での来場も可能だが、基地前の平和交差点を中心に、周辺では毎年渋滞するため、飛行展示に間に合わないケースも続出している。2009年10月15日、アメリカ空軍の極技飛行チーム、サンダーバーズが展示飛行を行った。2014年からは入場する車両による渋滞の緩和、 敷地内駐車場の混雑等もあり、事前申し込み制度に変更となった。基地内駐車場及び隣接する新千歳空港敷地内の旧空港ビル跡地等を使用した臨時駐車場利用制度に変更となっており、申し込みに外れた場合は、JR 利用の場合は、南千歳駅から有料シャトレバスが運行される他に、当日専用でキリンビール駐車場が、 臨時駐車場として指定されており、そちらに駐車の上同じく有料のシャトルバスを利用する。AIS ジャパンアーカイブの2016年5月17日、アットザ・ポーチギーズ・ウェブ・アーカイブ東、シトセ・中東地創立記念行事における、関越式は、同滑走路を式典会場及び、訓練展示施設として使用する、アジア LCC 増便でパンク。 基地活用へ調整毎日新聞社2017年8月23日、ABCDEFGHIJK 新千歳市、通史編上館第5小日中戦争と、海軍国体千歳市役所、ABCDE 新千歳市市通史編上館第6、小太平洋戦争海戦地千歳市、役所新千歳市市通史編下館第7編資料、千歳歴史年表千歳市役所、 千歳航空空年表空港で過ごす。新千歳空港ターミナルビル。新千歳空港ターミナルビル。http://www.new-chitose-airport.jp:/ja/spend/slash-enjoy/slash-airplane/slash-digitalmuseum c o a。年表、html2019 年7月20日閲覧。 ABC 新千歳市出社変化案第六編文門字第14章米軍自衛隊地と市役所 ABC 日本のエアポート06北海道の空港イカロス出版北海道地域輸入促進計画の推進北海道総合政策部米人気キャラクターニューズ開業 PR 新千歳ターミナル4と北海道1995年2月5日 ABC 新千歳市,市通社編下管外六編部門市第三小商業金融千歳市役所撤去のニュース9千歳空港ビル解体進むほト北海道2001年2月21日一家ロス出版順ナンバー522002年12月号97ページ行くぞニュースマン自衛隊ニュース国際線発着調整事務局の業務概要国際線発着調整事務局 2017年2月1日閲覧。周辺対策の主な出展は札幌防衛施設局航空自衛隊地と関地、その運用と周辺対策マイナス、調和基地と住民2004年3月防衛施設長算出法による w e c p n l 第一種区域は w e c p n l の指定基準値により決定されるが基準値は 段階的に改正されていった。これは、住宅防音工事の進捗状況を踏まえた装置であったが、建設時期が同一、ないしそれ以前のものであっても区域によっては対象とならない住宅が発生する現象が発生した。この現象をドーナツ現象と呼ぶ。ABCDE 新地都市支出社変化元第六編文門字第五章交通。 通信地と瀬市役所 AB 今が未来北海道空港35年市北海道空港 ABCD の美ュー口と瀬空港ありがとうございます